スレイはあの村の生き残りだったんだ。んで、ミクボーは報じられて天族になったんだな。生贄だったわけだ。泣いてもいいけど。泣くわけないだろう。驚いたけど、悲しいわけじゃない。マオテラスの居所も分かった。あとは、どんな答えを出すかだ。ああ。で、答えは出たわけ？どうしたいかは決まった。それが答えって言えるのかはわからないけど。では、メイビンさんにも聞いていただきましょう。見当たらないよ。ついさっきまで、石碑の機能を発動させてたんだ。そのあたりにいるだろう。そうだな、探そう。戻ったな。なんでこんなとこに？なに、石碑が傷つくのは避けたいんでな。どうだった？誰が悪いってくくれないけど、誰も正しくなかった。そう感じたよ。そうか、それが分かりゃいい。あとは答えだ。聞かせてください、スレイさんの答えを。俺、ヘルダルフを救いたい。俺が同志だから最下の剣士を沈めるんじゃなくて、先代の同志ミケルの後始末でもなくて、やっぱさ、汚れて氷魔になった天族は救うのに、汚れのせいで不幸になった人は自分の責任ってほっとくの、なんか違うと思うんだ。それがスレイさんの答えになってるのかな。ヘルダルフのような人間はいくらでもいる。あの事件では全て悪い方向に繋がっていっただけだ。ヘルダルフに同情すんなとまでは言わないけどさ、平和な村をあんな事件に巻き込んどいて何の報いも受けないなんて、そんなの絶対おかしいし、今ひどいことしていいってわけないと思うけど。ああ、それは許せないよ。確かに、絶対止める。その上で奴を救うってか。人と天族両方とも幸せにするにはヘルダルフみたいに氷魔にさせられた人も救えないとな。そうか、君は本当にバカね。うん、そういえばスレイはこんなやつだった。はい、スレイさんはこんな方です。そういうことらしいぜ、ホーク。あいつにとっての救い、それは孤独を終わらせることだ。この意味が分かってるのか。命を絶つってことかもしれないな。スレイ、できますの、スレイさん。だな。重要なのは答えよりもむしろそっちだ。はい、重要なのはもう迷わないか、いえ、自分の導いた答えを信じ抜き、それに至れるかですわ。そのために何が起きようが、どんなことになろうともな。何、決意は戦いで証明してみせろって感じ。平たく言えばそんなところだ。時に取り残された者を倒すには力のつながりを断つしかない。その方法を示してみろ。時に、まさかメイビン、力のつながりを断つ方法だって。永遠の孤独は呪いか。なるほどな、おじさん。さあ
見せてみろ。危ないぞ。手加減不要。これは遊びじゃないぞ。けど力のつながりを断つ方法なんて。それにその方法を使ったとして、おじさんはどうなっちゃうんだよ。お前らが迷うもと、分かったな。蹴りつけろ。メイディンさんの思いを無駄にしないで。危ないぞ。我が日は迷うのか。収束なんだ。収束の逆にはどこなんだ。その程度か。甘く見ちゃダメだよ。手加減不要。これは遊びじゃないぞ。けど力のつながりを断つ方法なんて。それにその方法を使ったとして、おじさんはどうなっちゃうんだよ。お前らが迷うこと、分かったな。蹴りつけろ。メイディさんの思いを無駄にしないで。それよ、アベンジャーバイ。いつも逆に捨てて、エンブメッセン。リバイドシーン。ハッカー。もういいね。エンブメッセン。アベンジャーバイ。いけよ。アベンジャーバイ。どうだ。ちょっと待って、どう。危ないぞ。リバイドシーン。もういいね。燃え上がれ。
グは遠慮しろ。どうだ、聞きます。我が剣は死、明石廊下に帰らせよ。フラッシュおゆる攻撃、おゆる熱伝、おゆる熱伝、おゆる踏み込んで果てと決めさせてもらう。しかも画像を最高人サポートお願いよ。なかなかのもんだ。見たいのはそんな表面上の強さじゃないぞ。本当に不死身なのか。もう分かってるんだろ、俺を倒す方法を。ああ、仲間を意志ある攻撃にして打ち込み、力のつながりを打ち抜けばいいんだろう。デゼルがやったっていう。なぜそれをしない。俺は兵馬じゃない。今その方法を使っても仲間が汚れに飲まれる心配はない。認めたくないか。俺にその方法を示すってことは、ヘルダルフもそれでしか撃てないのを認めるということだからな。なんか他の方法ってないの、おじさん。ない。ライラの浄化の力といえど、ヘルダルフほどの汚れが払えるものか。経験したろ。スレ、ロゼ、お前らは命を計りに乗せられると途端に揺らいでしまう。仲間の命ならなおさらな。だがそのせいで迷い、迷って出した答えで失敗したら二度と立ち上がれないだろう。それじゃあ美徳が悪徳に変わっちまう。ですが、信じた答えに準じれば、もし失敗しても必ず再び立てます。恐れるべきは失敗ではありません。失敗を恐れ、答えを信じられないことですわ。ライラ。さあ、スレイさん。茶番にしたいのなら終わらせてやる。示せ、言葉だけじゃないと。信じる心を決めさせてもらうぞ、ガトー最高人。ライラ、残念だったな。こいつら分かっちゃいないみたいだ。無駄だったな、すべて。いえ、もう少しですわ。時に自分の無力に怒りを覚えても、時に仲間を失って悲しんでも、道を惑わせようとする悪意にまみえても、ちゃんとスレイさんたちは自分たちのままここまで来たのです。悩みながらも汚れることなく、みんなでここまで。大した女だ。言っとくわ、私は後悔したくないし、させたくもない。スレイ、ロゼちゃん、麻痺しちゃったの？兵馬とやり合ってる限り基本命がけだろ。今さらじゃね。エドナ、ザビーダ、ロゼ、二人の言う通りだ。スレイ、レディーレイクで僕が言ったこと覚えてるか？僕は足手まといになるためについてきたんじゃない、そう言ったよな。改めて言った方がいいかい？いや。同志スレイが信じる答えはきっと最悪の時代に終焉をもたらしますわ。さあ、僕たちにも見せてくれ、スレイ。みんな、仲間じゃないか。ああ、行くぞ。来い。集中力が高い。メイビン、これが
答えだ。おじさん、ネビン、受け止めてやるまで持つと思ったんだが。メイビン、メイビンさん、ごめんなさい。あなたもバカね。違いない。だが後悔はない。どうしたんだ、何言ってるんだ。おじさん、禁忌を犯したからな。制約で得た特別な力はそれを破れば消え失せる、そういうこと。それじゃ最初からライラを責めるなよ。お前らのためにこれが正しいと信じたんだ。俺も自分で決めた。俺も信じるよ、自分の答え、仲間を。そのためにやらなきゃいけないことを迷わない、後悔しないために。俺、メイビンに教えてもらったこと絶対忘れない。ずっと伝えていく。スレイ、お前俺が見取られるなんて考えたこともなかった。ありが。行こう。カムランだね。ああ、マオテラスはそこにまだいるはずだ。とにかくまずはイズチ、カムランへ通じる道があるはずだ。村が崩壊した直後にジージが駆けつけてたし。そっか、カムランってイズチの近くだったんだ。おそらくね。それだとハイランドとローランス、北の大国にとって戦略的に重要という条件にも合う。ま、そうだろうな。ただしカムランへの道は封じられてるみてえだが。僕の母によってね。泣いても。泣かないって言ってるだろ。いよいよ決戦ですわね。終わらせましょう。だな。
私に拾われるためにずっと待ってたのね。聞いたか、また戦争だってよ。ああ、今度はローランスもハイランドも本気だ。すげえ衝突になるって話だ。戦場はまたグレイブガンとボンチあたりか。こうしちゃいられねえ。ああ、食料に武器、薬に棺桶、稼ぎ時だな。本気の戦争。まずい、前以上に汚れが集まったら。やったっす、とうとうカバキの居場所をつかんだっす。
リー、大丈夫か？ありがとう。旅の疲れが出たよっす。けど決着の時は来たっす。猫人の里に急がないと。仮にあんな体で猫人の里、そこで決闘するつもりなのか？猫人が住むっていう幻の村に猫と亀の大決闘になったりしてな。で、どこにあるんだろう猫人の里って。そんな伝説聞いたことも。私も詳しいことは。行きたいんなら調べるしかないね。じゃあ各地の伝承に詳しい天族を当たってみるか。なるほど、看護天族なら伝説とか伝承とか詳しいかもしれないもんな。
セーラン騎士団の被害報告、負傷118、死亡3人。俺の包帯が取れるぞ。伝令、化け物みたいな。敵部隊に死傷約50を与えり。決着したのか。冗談だ。多分先発部隊の小競り合いでしょう。両国の本体同士の衝突ならこの程度で済むはずないもんね。この程度って、白鵬騎士団はまだか。ラストンベルの避難誘導に手間取っている模様です。そんな場合か。スレイさん、このままここにいても。白鵬騎士団がラストンベルにいるって。セルゲイに会ってみよう。そうだ。何があったの、ドル。みんながペンドラゴで捕まっちゃった。数奇教の暗殺の容疑、僕たちがハイランドに頼まれてやったって。なんで、あれは私が勝手に。ルナールが帝国に持ちかけたんだ。そういうことにすればいいって。なるほど。帝国は開戦の大義名分を探していただろうからね。数奇教の暗殺をハイランドが図ったことにできれば十分すぎるな。ルナールに罠を張られて、エギーユが盾になって僕だけ。ごめん、逃げるのが精一杯だった。覚悟はしてた、そういう仕事だから。けど行ってもいいよ、ロゼ。止めないとヤバいじゃない、戦争。けど大義名分を得たらやることは決まってる。証拠隠滅だわな。放っとけないんでしょ、どうせ。家族は大切ですもの。自分で言ったじゃないか、ロゼと俺の仕事は違うって。ありがとう、行ってくる。私たちはどうします。風の骨救出と戦争、どっちもなんとかしなきゃだが、体は一つ。セルゲイはラストンベル。ハイランド陣地にはアリーシャがいるかもね。俺はここら辺、洞窟を通ってハイランドへ抜けられたよな、確か。ラモラック洞穴ね。